はい、ありがとうございます。先ほどまではしんのすけさんがなぜ協力隊に参加しようと思ったかみたいなところもお伺いしたんですけど、この動画では協力隊時代何をしてたのかっていう部分と、その後何をしているのかみたいなところをお話をお伺いしたいなと思ってます。はい、じゃあ実際協力隊でケニアに行くわけですよね。どういう要請で行かれてらっしゃったんですか？協力隊の要請で言うと、コミュニティ開発の要請で、仕事としては県の農業省のオフィスの職員の要請でした。なるほど。じゃあ県庁の農業局の職員として入ってやるのは住民の収入控除みたいな感じですか？そうですね、それがメインの要請でした、ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあそれで行って、はい、新卒で行くわけですよね、実際ちょっとそこ聞いてみたかったんですけど、はい、僕も新卒で行ってるんですけど、新卒で行く難しさって何かありました？何もできないことに気づかされるっていうのが2年間通して一番感じたところでありましたね、なるほど。じゃあ実際2年間やる中で、住民の収入向上活動をしなさいって言われますと、はい、じゃあその中で2年間どういう感じでお仕事されてらっしゃったんですか？活動を始めた時はとりあえず現地の様子を知るところから始めようっていうところで、実際現地の農業省の仕事としては農家のところに行って農業のトレーニングをしたりとか、あとはいろんなワークショップをしたりとかしていたっていうのが主な仕事で、最初は同僚の仕事に一緒について行ってそこの様子を調べたりとか、どういうことをしてるかとか、そういうのを見て自分の活動に活かせたらいいなっていうところからまずは始めたんですけど、なかなかそこから次のステップに進むのが難しくて、じゃあ自分で実際何かしようと思った時にそれを現地の職員が手伝ってくれるかって言ったらそうではなくて、もう自分自身でゼロからスタートしなきゃいけないっていうところがあったので、自分の活動みたいなものを見出すのができなかったっていうのはありますね、はいはいはい、なるほど。実際その中でカウンターパートとかちゃんと動いてくれました？めちゃくちゃ大変でしたね何が一番大変でした？一番大変だったのは、協力隊のシステムってそもそも現地から要請があって、その要請に応募していくっていうのがシステムだったので、はい、求められてると僕は思って行ったわけですよね、ただ行ってみたらそこには僕を求めてる人は誰一人いなくて日本人の特に新卒の若い人間をむしろ邪魔者扱いじゃないけど、のけ者にされるというか、はい、そうなんですね。それどう打開したんですか？打開がね、結局できなかったんですよね。なので最初に要請を受けて入ったそこの県庁の農業省のところは途中からあまり行かなくなってしまったって言って、はいはいはい、さっきのけ者にされてたっていう話をしたんですけど、実際最初僕が行った時は建前上なのかわからないですけど、はい、2代目っていうのもあって僕のオフィスがあったんですよね、オフィスの部屋があって、そこで最初仕事して現場行って戻ってきてちょっとデスクワークしてみたいなのを最初ルーティーンみたいな感じでやってたんですけど、最初1ヶ月ぐらいしたぐらいでそこのオフィスに行ったら、今日からお前の部屋ねえからって言われてでなんか新しい職員が入ったから、はい、その人にあてがうから今日から君オフィスなしねみたいな、それまで別に何か悪いことしたとかもなく、めちゃくちゃその気使ってたし、うまいことやろうと思ってたので、はい、人間関係には気をつけてたんですけど、急になんかそういう感じで言われて、それでもう僕居場所ないじゃないですか、はい、現場にいるだけじゃないので、仕事は実際にこうデスクワークとかもあったので、はい、活動しなきゃいけなかったんですけど、はい、それでできなくなっちゃって、はい、家持って帰ってやったりとかしてたんですけど、そういうのがあったりとか、あとは現場に行く時も明日9時集合ねって言われて、行ってみたらみんな行っちゃったよとか、9時集合したら大体10時出発とかになるのが定番じゃないですか、はいはいはい、普通はそうですね、普通そうですよね、普通は遅れます。行ったばっかりっていうのもあったし、はい、ちょっとまあ早めに行こうみたいな感じで8時半とか40分とかに行ったら、はいはい、あ、もう行ったよみたいな、はい、いやいやいやそんなことあると思ってなんか話を聞くに、明日こういう活動があるっていうのを伝えられてたけど、そんな大事にされてないというか、別になしでやろうみたいな感じになってたらしく、なのでそういう感じで一緒に仕事を僕はしたかったんですけど、はい、まあ、向こうはしないようにしないように動いてるなっていうのが見えちゃって、はい、もちろんね2年間ありますし、うまくやりたいなと思ってたんですけど、人間関係っていうところでうまく構築していくのがもちろんまあ僕に責任もあると思うんですけど、はい、うまくいかなかったっていうのもあって、要請を受けたオフィスは最初の半年ぐらいであまり行かなくなっちゃったっていうのはあります、じゃあそこからどういう活動にシフトしていったんですか？全くオフィスを通さず農家のところに直接行って話したりとかっていうのをメインの仕事にしてましたね。実際それでどんな活動されてらっしゃったんですか？それが僕が要請を受けて行った地域がめちゃくちゃ農業が盛んで、いろんな外国からのお金とかも入ったりとかしてプロジェクトがいっぱい回ってて、はい、ちゃんとしてたんですよね、すごい、それこそなんか収入向上プロジェクトみたいなものとかも、そうなんですね、そう、まあ、日本からも入ってたし、はい、他の国とかからも入ってたりとかして、はいはいはい、僕の入る隙がないぐらい農業が盛んな地域で、
僕がじゃあ農家さんのとこに行って手伝ったりすることって本当にないなというか、むしろ足手まといになるなぐらいの感じだったので、そこからちょっと離れて、僕が住んでたところから1時間ぐらい離れた地域になるんですけど、はい、半乾燥地帯みたいなところがありまして、うん、そこの地域に行って、であまり農業が盛んではないというか、農業は一応川から水汲んできて自分の食べる分のトウモロコシ、メイズとか豆は作ってるけど、はい、みたいなところに行って、そこでちょっと収入を上げられるような取り組みをしたいなっていうことで、一緒に作物作ろうよみたいな感じで農作業をしたりとかして、はい、農業するみたいなことをしてましたね、うんうん、なるほど。本当に自家用の乾燥してない地域と比べたら収穫量ってだいぶ少ないので、本当に食べて終わりで、いっぱい取れたら次の年の分まで残しといてみたいな、うんうん、でまあ天候も結構不安定なので、不作の年もあったりとかもちろんするので、すごい不安定な農業をしていたっていうのがあったので、市場に売れる作物を作ろうみたいな形で、一緒にピーマンを作ったりとか、うん、あそうなんしてましたね、はい、実際うまく育てられました？それがねできなかったえ理由なんですか？一応ね、あの物はできるんですよ。立派なピーマンはできるんですけど、はいはいはい、収穫量がちゃんと作ってる農業と比べると、まあ、収穫量が減ってしまうっていうところがあって、うん、最初ちょっと試験的にやってみようみたいな、まあ、それもね本当その方の邪魔にならないように僕が一区画借りて作ってみて、うん、一緒に面倒見ようみたいな感じでやってたんで、規模が小さかったっていうのはあると思うんですけど、はい、あんまりその大規模に収入上げようみたいな感じっていうよりは、とりあえずこれ作ってみて売れるかどうか、きっかけをちょっと作ってみようみたいなところから始めたんで、そういう意味でそこまでのものにはならなかったっていう意味ですね、うん、なるほど、はい。まあ、でも収入向上の支援をするっていうところって大きく2つあると思っていて、はい、まあ、今ある収入をガッと上げていく方法と、はい、新しい収入 の、あの方法を教えていくっていう方法で、どっちかで言うと新之助さんは後者の方を進めていたってことですよね、はい、そうですね。今まで豆とかメイズとかをやってて、その農家に対して新しい収入の出し方、そういう形でアプローチしていったってことですね。はい、そうですね。なるほど、うん、ありがとうございます、はい、その経験を得て戻ってきて、その後どういう選択をするんですか？協力隊で2年滞在していた時に、はい、ケニア好きだなっていうことに気づいたというか思いまして、いろいろ挫折もあったんですけど、ケニアっていう国自体は僕めちゃくちゃ好きで、やっぱり人もいいし気候も良くて過ごしやすいし、やってること自体はすごくチャレンジングだと思うし、なのでアフリカに関わる何か活動をもう一回したいなっていうところがあって、具体的に言うと当時協力隊時代に僕ブログやってたんですよ。そのブログも活動記録っていうよりは情報発信、はい、アフリカのものがこうでとか、うん、市場がこうでみたいなところを発信するようなことをしていて、情報発信って楽しいなっていうところとか、もっとアフリカの魅力を伝えたいとか、そういう気持ちがすごく強かったので、情報発信×アフリカみたいなところを強く意識して、またケニアに戻ってこようっていう強い思いを持って日本に帰国していたっていうのもあったので、うん、日本に帰ってきた後はちょっと2年ぐらいフラフラしてたところはあるんですけど、うん、その後まあ2年経ってケニアに戻って YouTube を始めたっていうことになりますね。そうなんですね、はい、それがしんのすけチャンネル、それがチェカ TV です。あ、チェカ TV なんですね、はい、チェカ TV って今もあるんですよね、はい、ありますね、うん、僕は情報発信で YouTube やりたいと思ったのと、はいはい、パートナーで現地のゆうきさんっていう日本食レストランを経営されている方と一緒に2人で始めたチャンネルになるんですけど、はい、そのチャンネルではアフリカの魅力を発信しようとか、アフリカって貧しいとか危険とか、うん、ネガティブなイメージが結構強いかなと思うんで、そういうのを払拭するような面白いコンテンツを届けようみたいな形で動画の制作ですねしておりました。なるほど、そうなんですね、はい、え、今チェカ TV には関わられてないですよね？そうですね、ゆうきさんとは個人的には仲良くさせてもらってるんですけど、うん、仕事では全く関わってないですね。ちなみにじゃあチェカ TV から自分のチャンネルっていうところっていつ切り替えられたんですか？はい、それはですね、チェカ TV 始めたのが2019年の4月なんですけど、はいはい、2020年の3月、はい、コロナもあったりとかして帰国することになって、そのタイミングで自分のチャンネル。マジか、はい、じゃあコロナになって、はい、ケニアから帰って、はい、で日本で YouTube を立ち上げたと。そうですね、やば、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ次の動画では、はい、ご自身のチャンネルでどういう動画を発信しているのかっていうところと、はい、あと YouTuber としての考え方というか、はい、難しさっていう部分も含めてちょっといろいろお話をお伺いできればなと思ってます。はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。